J.R. スミスはアメリカ合衆国ニュージャージー州フリーホールドバロー出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。身長198センチメートル、体重100キログラム。愛称はザプロディジー。高校生時代、最初の2年間はレークウッド高校に通い、最後の2年間はセントベネディクト高等学校に通った。 最終学年には23.9得点5.0、スティールの成績を残し、シーズン通算700得点、スリーポイントシュート成功数108本、フィールドゴール成功率54.1%は、同行の新記録となった。また2年連続で州のオールファーストチームに選ばれ、マクドナルド主催のマクダナルズオールアメリカンにも出場し、ゲーム杯の25得点を挙げて、 イーストチームを勝利に導いた。ドラフト前は名門ノースカロライナ大学への進学が予定されていたが、大学へは進学せず、高校から直接2004年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。そしてニューオリンズホーネッツに一巡目18位指名を受けて NBA 入りを果たした。ルーキーイヤーとなった2004から05シーズンは、序盤は、 ベンチスタートとなったが、12月下旬から先発に昇格し、主に得点面で活躍して、平均10.3得点1.9スティールの成績を残した。またこのシーズンの NBA オールスターゲームでは、スラムダンクコンテストに出場し、NBA ファンに高い身体能力を披露した。2年目の2005から06シーズンは調子を崩して、成績は後退。 二年目のオフにトレードに出され、シカゴブルズへ放出。しかし直後に再びトレードに出され、2006から07シーズンはデンバーナゲッツの一員として迎えた。ナゲッツにて調子を取り戻したスミスは、先発 SG として毎晩高得点を叩き出していたが、12月16日のニューヨークニックス戦で発生した乱闘事件に関与したとして、 リーグから10試合の停止処分を受けた。さらに、シーズン中盤になってチームは、大物選手のアレン・アイバーソンを獲得したため、スミスは控えに回ることとなり、またヘッドコーチのジョージ・カールからも信頼が得られず、シーズン終盤になるにつれて、出場時間は、減少、1回戦で敗退した、プレーオフの、第5戦ではコートに立つことさえ許されなかった。 トラブルが絶えないスミスは2007から08シーズン前にもナイトクラブで暴行事件を起こしチームから3試合の出場停止処分を受けた2009年4月13日のサクラメントキングス戦にてキャリアハイとなる45点を記録2009から10シーズンになり背番号を1番から5番に変更した2011年 NBA ロックアウトの影響を受け 中国バスケットボール協会の石膏ゴールデンブルズと契約。CBA でプレーした。2012年、ニューヨークニックスと契約。NBA に復帰した。2015年に1月5日、オクラホマシティサンダーなどが絡んだ三角トレードでクリーブランドキャバリアーズに移籍した。2015から16シーズンには念願の NBA チャンピオンを経験。同年7月に、 二年目の契約を破棄し、FA となり、キャバリアーズとの再契約を目指したものの、トレーニングキャンプ中の10月に入っても、再契約交渉が難航していたが、同月14日に4年5700万ドルで、無事再契約した。2018年の NBA ファイナル第一戦では、同点の場面で、ジョージヒルが外した、フリースローを、オフェンスリバウンドで保持したが、 得点を狙うことなくそのままオーバータイムにもつれ込んだ末に敗れたため批判が殺到した。2018から19シーズンは11試合に出場したが11月20日にキャバリアーズとの双方合意でチームを離れることになりその後どの球団にも所属することはなかった。2019から20シーズンは無所属のまま過ごしていたが2020年3月に 新型コロナウイルス流行の影響でシーズンが中断。その後7月31日から再開されることが発表され、各チームのロスターの枠が2つ増やされた。これを受けて7月1日にキャバリアーズ時代の同僚レブロン・ジェームズ率いるロサンゼルス・レイカーズと今季終了までの契約を結んだ。ありがとうございます。